この男の登場、サスケ第12回大会のファイナリスト、千葉県印旛村役場勤務、白鳥文平41歳。あのファイナルの高みを知る男がサスケファーストステージに挑む。さあスタートした、白鳥文平リズミカルにスタート。2008年の秋です。過去7回このファーストステージをクリアしています。ファイナルの味を一度知っています。サードもクリアしました。セカンドステージ、サードステージ、その常連です。ですからこのファーストでつまずくわけにはいきません。前々回ファーストステージでつまずいている。なんとかその2回にわたる悔しさを晴らしていきたい、この2008年の秋。白鳥、さあ心を統一してサードを出しまくり。なんとか両手両足粘りました。トランポリンではなく橋の部分を使いましたが、それでもなんとかクリアしました。マスターズ陸上出場の経験もあるこの白鳥文平。さあ白鳥文平どうだ、着地は白鳥、着地の成功。さあどうだ、なんと石原、目の前でまざまざと見せつけられた44秒残し、この辺りは漆原の心に火をつけているのか、それとも漆原は自らのペースを淡々と守りきるのか。漆原です。鈍い音を立てて漆原の体が回転する。第24回大会での完全制覇、完全制覇者の漆原がいきます。この辺りも全く問題にはしませんでした。ただ前回大会はまさかのリタイアという不覚を取ってしまった漆原です。前回の雪辱を固く誓った漆原、さあその、さあ今度はどうだ。2011年夏を越えて漆原、ここはきっちりとねじ伏せました。前回のようにはなりませんでした。漆原、一旦イメージを確認して、ここはどうする、1歩2歩3歩、やはり4つのジャブライアー、落ちたー。森本裕介21歳、21歳でサスケ出場歴は6回目。中学3年生の時に初出場を果たしました。バイト先で付けられたあだ名はサスケくん。さあバイト先ではサスケくんと呼ばれるこの森本裕介、1段2段簡単に行きました。森本裕介、運転の日本記録保持者、日本記録では 425m という記録を持っています。運転の日本記録保持者森本裕介、バイトサスケで言われるあだ名はサスケくん。サスケくんが行った、サスケくんが行っている。森本裕介、一度落ち着いて、サスケくん捕まえました。大学ではクライミング部に所属、その前腕そして上腕の二頭筋を使って簡単にこの下がりのサスケくんがいった。笑顔のサスケくん、残りは9秒69。さすがだ、さすがのベテランサスケくん。新生メンバーの一人、島根の生まれ、神奈川からやってきました橋本浩二、日本体育大学体操部の OB であります橋本浩二。その若き力、新時代のサスケの象徴選手となれるかどうか。カイナ力、そしてバランス感覚を持ってロックをしかと掴んでおります。橋本浩二25歳、島根で生まれました。現在ジムのインストラクターです。橋本浩二しがみつきました。普段はトレーニングジムのインストラクターとして週に70人ほどの子どもたちに体操を指導しております。1m69cm60kg、 どうでしょうか橋本。さあ着地成功しました、成功しました。さあ反り立つ壁です。
一気に登っていけるか。趣味はサーフィン、特技はバク転。さあどうだ、登りました。橋本現在このファーストステージクリアは5人、橋本がクリアすれば6人目、残るは2つのエリアだけ。間もなく残りが30秒となる。橋本浩二4回目の出場、前回大会もこのファーストステージをクリア。さあ2大会連続のファーストステージ、手を叩いてクリア。いや、ファイナルステージが武田を待っている。ヨークとはまさに馴染みがあります。武田サーブ、武田俊彦、岐阜県揖斐郡の消防士、武田がやった。7人目のクリア、最速記録だ。桁外れのパフォーマンスを披露、完全制覇者長野誠、笑顔で今100人目フィニッシュのボタンを押した。3エッジ、怪我しなった。この橋を渡って3エッジ、台湾大会ついにやりた。SASUKEを目指し7年、ついに掴んだ夢。部屋の中にクリフハンガーも作り、サードステージにも備えています。暇さえあればトレーニングをしている井上には自信がある19歳。さあ予選会のその実力を見せつけたい。移ります、又地亮、いよいよ登場のベスト3。この男たちが果たして最初にファーストステージ赤いボタンに手をかけるのか。時間との戦い、全長は 120m。 久保田、橋本、村上、佐藤、浅、5人の男は消えました。予選3位の又地、スピード速い速い速いぞ又地。さあ急ぎたい、一気にいけるか。サスケトライアル予選3位の又地、そしてどうか、決めた、決めました。タイムアップに苦しんだ。161cm、小柄な又地はどうか。一発ではクリアできない。ここを越えなければ、よし、越えるか、越えた。絡みついた、絡みついた。さあ向こう側のロープ、反動つけなければいけない。どうした、5秒4秒、大丈夫だ。間に合った間に合った、4人目、大丈夫だ。間に合った間に合った、4人目。22人が挑んだセカンドステージ、結果
くしくも史上最多27人がセカンドステージに残ってきました。日本、アメリカ、台湾、果たしてオールスターズか、新世代か、そして予選会組か、生き残るのは一体誰でしょうか。緑山に怪しく光るセカンドステージの舞台、まず最初のチャレンジャー、37歳、いった。5年の月日、その5年の月日が経った池谷が今どういう思いでセカンドステージか。池谷直樹、死ぬ気で頑張ったというファーストステージですが、あとここは一旦直したい池谷直樹。あっと落ち着いていきたいところ、あーとダメだー、池谷を消えた。アメリカ予選も2位で通過、ブライアン。さあ1年ぶりの、幅60センチ、長さは180センチ、前回は涙を飲んだブライアンも今年も涙を飲んでしまうのか。2段目、3段目、疲労が溜まってくる、その中で5段目、いくか。したという苦い経験を持つが、1年ぶり、何かが違う、クリアした。しかし残りは30秒。さあ今年から新しくなった、残り20秒を切った、時間がありません。予選2位通過、アメリカ予選を勝ち抜いた。ステージもヒヤッとしたか。さあこのセカンドステージもちょっと危ないが、さあ2009秋新しくなった、一気にいった。さあ1枚目、初めての挑戦、前回はサードステージに進出、残りは30秒以上残っている、慎重に歩を進める。さあどうか、前回はサードステージ、さあ今回も2大会連続で持ち上げる。30キロ、40キロ、時間は十分持っている。あれですが、してきた。18秒84、残し。全くこのセカンドステージも余裕で突破をしてきました。第3位の男。